はい、ということでね、おはようございます。ここはですね、名鉄、各務原線のね、三柿野駅なんですけれども、東海地区のね、座席指定列車シリーズ第12弾ということでね、ここ始発のね、ミュースカイがね、1日1本だけあるということでね、それに乗りたいと思います。こちらでございますね。朝1本だけで、しかもあの中部国際空港に行く列車のみということで、片道だけ走るということでね、三柿の雪っていうのがね、存在しないので本当にね、1日1本だけということなんですけれども、ここですね、あの航空自衛隊のね、岐阜基地のね、あの最寄り駅でございまして、あの毎年秋ですね、10月か11月ぐらいの航空祭というのが開かれるんですけれども、その時にはですね、あの臨時というか潮沼駅の特急とか快速特急とか、ミュースカイが延長運転でこっちまで来るということでね、航空祭に来るアクセス手段としてね、大事な、輸送なんですけれども、それはただ定期列車としては本当に三柿の始発の、空港行きだけということでね、なんでもうね、毎日見れる列車としては、定期列車としてはこの1本だけということでね、かなり貴重な列車となっておりますので、それに乗ってみたいと思います。でね、三柿の駅はね、3番乗り場まであるんですけれども、1番乗り場はですね、この今から乗るミュースカイと、土休日の7時11分のね、岐阜行き2本のみね、使用されるということでね、なんで1番線をね、利用できるということもね、なかなか貴重なんではないですかね、もしかしたらね。あとなんかパノラマカーがね、ま、あの団体列車で走ってた時はね、ここ使用してたのでね、いや本当にここを利用できる機会もなかなかね、少ないですよね、うん、で見てもらうと、これね、4両なのになんで8号車とか言ってね、表示されてるかっていうとね、それはね、乗ってからまたね、分かることなので、それはね、お楽しみにしていてくださいということでね、今回は、5号車にね、指定取ったので5号車に乗りたいと思います。よいしょ、ね、今乗ったんですけどもね、全然いないですね、人がね、全然いないですね。 5A はここですね、ここですね、私の席ね。さあ乗り込んだんですけどね、5号車ね、誰も乗ってないので、まあ、今のうちにね、まあ、座席のチェックでもしようと思います。リクライニングはですね、まあ、ここの肘掛けのレバーでやるんですけどもね、リクライニングはそんな深くは倒れないですね。まあでもそんな2時間3時間乗るわけではないので全然いいと思います。でですね、ミュースカイにはね、専用のこのヘッドカバーがね、使われるんですけども、2200系とか1200系とか、1700系はね、名鉄のロゴ入りのちょっとペラッペラのね、多分使い捨てタイプのヘッドカバーが使われるんですけど、これはね、ちゃんと布のね、やつでね、ちゃんと他の特急列車とはね、区別されてるということでね、やっぱり格が違いますね。ただ座席自体はですね、2200系と一緒ですね。あとですね、この背面テーブルもついてるんですよね。普通にこれ使えるということで、まあ申し訳ないですよね。対象機は新浦和、入間遊園、犬山、江南、岩倉、名古屋、金山、神宮前、終点中国際空港の順に止まります。34分発ミュースカイ中国際空港行きです。名鉄をご利用いただきましてありがとうございます。この列車は全車特別車、ミュースカイ中部国際空港行きです。停車駅は新宇沼、犬山遊園、
犬山、江南、岩倉、名古屋、金山、神宮前です。座席は指定です。ミューチケットの指定番号をお確かめの上ご利用ください。次は新宇都間に停まります。 Thank you for using the Meitetsu train. This is the Mew Sky bound for Central Japan International Airport. We will be stopping at 新宇都間、犬山遊園、犬山、江南、Iwakura, Nagoya, Kanayama, and Jingumae. This train requires a reservation ticket. The next stop is Shin Unuma. We will soon make a brief stop at Shin Unuma. Passengers changing to the JR Takayama line, please transfer at this station. The stop after Shin Unuma will be Inuyama Yue.Inuyama Yue. The stop after Inuyama Yue will be Inuyama.ひろみ線、小牧線はお乗り換えです。犬山を出ますと、次は江南に停まります。先50分の下です。発車時間までしばらくお待ちください。までお下がりください。名古屋方面の全車特別車のミュースカイ。中部国際空港行きです。江南、岩倉、名古屋、金山、神宮前停まります。このミュースカイの座席は指定でミューチケットが必要です。国際空港行き1号車から4号車です。車中の4両席8両になって発車いたします。
指定です。デッキにお立ちの場合でも360円の車内精算券が必要になりますのでご了承ください。まもなく神宮前に到着します。東岡崎豊橋方面はお乗り換えです。神宮前を出ますと次は終点中部国際空港です。
国際空港に到着します。お忘れ物のないようお支度ください。 We will arrive at the Central Japan International Airport Terminal in a few minutes. Thank you for using the Meitetsu train.ここはですね、連結部ですね。ちょっと今中部国際空港に着いちゃったんですけど、満席でね、身動き取れなかったんでね、今のうちにこうね、運転台のね、ここの部分にもね、ちょっと入れるということでね、レアですね。じゃあ出ましょうかね。はい、ということでね、中部国際空港終点に、着きました。ってことでね、ニュース会はね、前も紹介したんですけど、専用ホームにね、到着しますのでね、便利ですね。分かりやすくていいですよね。ということでね、東海地区の座席指定列車シリーズ第12弾はね、三垣の初の空港行きのニュース会でした。ありがとうございました。はい、ということでね、今からまた名古屋方面に戻りますので、折り返しのミュースカイで行こうと思います。本当はね、4分前に出たね、急行に乗ろうかなと思ったんですけど、いろいろあってちょっと乗れなかったので、ミュースカイで戻ろうと思いますけれども、このミュースカイちょっとね、特殊で、特急停車駅にも止まるね、ちょっと停車タイプのミュースカイということでね、この列車は全車特別車ニュースカイ岐阜行きです。この先常滑、新舞子、朝倉、尾張横須賀、大田川、神宮前、金山、名古屋の順に止まります。朝倉、尾張横須賀、大田川、神宮前、金山、and 名古屋。 This train requires a reservation ticket.